第48回衆議院選挙が公示され、22日の投開票に向けていよいよ選挙戦が始まった。小池百合子東京都知事率いる希望の党から新たに出馬する候補者たちに注目が集まっているが、東京2区からは小池氏が本友と慕った子、鳩山邦夫元総務省の長男、鳩山太郎氏43が出馬する。太郎氏といえば05年都議選、07年文京区長選、10年参院選と連戦連敗中だ。昨年10月の希望の塾開校式では胸元のバッジを指して、私はフリーメイソンなんですよと記者にアピールしていました。何億円もの鳩山マネーを寄付して希望の党の公認を得たのではともささやかれています。希望の党担当記者、太郎氏を直撃した。何億円もの資金を提供して公認を得たとの噂があるが、そうした噂は承知していますが出していません。政党は収支報告書を出すわけですから、それを見ればわかることです。気象塾にも寄付をしたのだと言われていますが、それも全くありません。父は亡くなりましたし、私が億単位のお金を出せるわけがありません。邦夫さんと小池さんは仲が良かったと聞いた。私が小池さんの塾に入ったのはそうした意味もあります。父は人をめったに褒めたこともなく、私も褒められたことはほとんどありませんが、小池さんがキャスターの時から父は綺麗だな、優秀だとベタ褒めでした。今日はフリーメイソンのバッジが胸元にないが、政治利用は良くないとメイソンの方からもありまして、10月12日木発売の週刊文春10月19日号ではベールに包まれた希望の党の候補者たちの素顔を詳しく報じているそうです。